こんにちは。ムキモです。今日は、神戸市外国語大学の和訳問題を一緒に解いてみたいと思います。制限時間は口頭で回答する場合90秒です。筆記で回答する場合は、一時停止して5分で解いてみてください。It の指す内容を明示して、下線部を日本語に訳しなさい。Now you can take an online challenge to figure out whether a poem was written by a computer or a human. Mostly you will be able to tell, but it's getting harder. Now you can take an online challenge to figure out whether a poem was written by a computer or a human. Mostly you will be able to tell, but it's getting harder. 通常は、ある詩がコンピューターによって書かれたものか人間によって書かれたものかを判断することは可能であろうが、その判断はますます難しくなっている。解説です。It の指示内容は、先行文中の To figure out whether a poem was written by a computer or a human.です。Mostly は、大部分は、大抵は、という意味です。Will は、話し手の推測を表す用法で、何々だろう、という意味を表します。Be able to は、何々できる、という意味を表します。Tell は、Can や、Be able to などに続けて用いると、知る。わかる、という意味を表します。遠い接続詞の But は、しかし、だが、という意味です。Is getting harder は、現在進行形で Get harder は、より困難になる、という変化を表しています。その他の語彙についてまとめておきましょう。形容詞の Online は、オンラインの名詞のChallenge は、挑戦、という意味を表します。Figure out は、理解する、解き明かす、などの意味を表します。接続詞の Whether は、何々かどうか、という意味の名詞接を導いています。名詞の Poem は、詩 Be written by X は、X によって書かれる、名詞のComputer は、電算機、名詞の Human は、人間、という意味です。最後に音読しておきましょう。Now you can take an online challenge to figure out whether a poem was written by a computer or a human. Mostly you will be able to tell, but it's getting harder. 今では、ある詩がコンピューターによって書かれたものか人間によって書かれたものかを判断する挑戦をオンラインですることができます。通常はあなたはその判断が可能でしょうが、それはますます難しくなっています。Now you can take an online challenge to figure out whether a poem was written by a computer or a human. Mostly you will be able to tell, but it's getting harder. 今では、ある詩がコンピューターによって書かれたものか人間によって書かれたものかを判断する挑戦をオンラインですることができます。
通常はあなたはその判断が可能でしょうが、それはますます難しくなっています。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問英集や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。